アルバロ・オブレゴン・サリードは、1920年から1924年までのメキシコ大統領及び軍人。軍階級は将軍。彼は、そのラ州で生まれ、小学校を卒業した後様々な職業を経験した。1906年に、ひよこ豆の新、1911年に、周囲の勧めで政界に進出、選挙の結果、フわタバンポ市長に就任した。 1912年になると、フランシスコまでの大統領政権に不満を持つ、パスクワル・オロスコが反乱、8月に、ソノラ州で放棄したオロスコ派に対し、オブレゴンはかねてより支持を得ていた、マヤ・インディオからなる自警団を指揮しこれを鎮圧した。1913年2月のビクトリアーノ・ウェルタによる、クーデターで、ソノラ州議会は反クーデターを表明、オブレゴンを、 州軍司令官に任命した。ウエルタのクーデターに対して、コアビラ州知事ベヌスティアーノ・カランサが、反革命勢力だと,と、五権主義を掲げ対抗した。カランサを第一統領とする五権軍に、オブレゴンは参加。カランサは10月24日に、そのら州で、臨時政府の樹立を発表した。戦況は、五権軍有利に展開し、1914年3月には、 国土の4分の3を制圧。7月14日にウェルタは退陣し、スペインに亡命した。カランサは暫定大統領に就任。8月15日にオブレゴン指揮下の部隊と共にメキシコシティに入りするが、規制の体制を維持しようと、旧支配層との妥協を図ったカランサに対し、革命勢力は反発する。パンチをビリア率いる。北部軍は12月に国土を制圧。 オブレゴンはカランサを支持し、ベラクルスを拠点として、ビリアやエミリアーノ・サパタに対し反撃を行った。オブレゴン軍はよく統制が取れており、国軍のほとんどを吸収。1915年1月にサパタ派は敗走し、メキシコシティがオブレゴン軍の手に落ちる。オブレゴン軍は1915年の4月にグアナハァトシ州セラヤでビリア軍と激突。 男合と機関銃を組み合わせた新戦法を取るオブレゴン軍に退式兵の突撃を繰り返した。ビリャ軍は大敗、ビリャ軍はチワワ州に敗走しゲリラ戦を行うようになる。ただし、その間にビリャ軍の砲撃によってオブレゴンは右腕を切断する、重傷を負っている。7月に全土をほぼ平定したカランサは大統領に就任し、オブレゴンは国防省に任命された。 セラヤの戦い後のオブレゴン1917年2月に新憲法が制定。オブレゴンはこの憲法制定手続きに不満を表明し、国防省を辞任、政界を引退して、故郷のソノラ州に戻り火をこ豆の栽培事業を再開した。1919年4月に、サパタがカランサの資格により暗殺。労働者勢力はカランサへの対抗のためオブレゴンに協力を求め、 オブレゴンはこれを受け6月に立憲自由党から次期大統領選への立候補を表明する。憲法は大統領の再選を禁止していたため、カランサは自分の後継としてイグナシオ・ボニージャスを指名。ボニージャスは中米大使を経験したインテリだったがスペイン語が話せなかった。ルイス・モロネスの指導する労働者地域連合を母体とした労働党、国民共同党、 ユカタン社会答がオブレゴンを支持したが、翌年1月にカランサは、オブレゴンを逮捕しようとし、オブレゴンは、ソノラ州に逃亡した。3月になるとカランサは、労働組合の葬儀鎮圧を口実に、ソノラ州に軍を派遣し、これに対しソノラ州知事アドルフォ・デラン・ウェルタが、ソノラ独立共和国を宣言する。ソノラ州の立憲自由軍はカランサに対して、宣戦線布告。 国内は再び内戦状態となり、ビラ、サパタ派も立憲自由軍を支援した。立憲自由軍は5月にメキシコシティに侵攻。カランサはベラクルス州で臨時政府の樹立を試みるが、プエブラ州でロドルホイレーラ将軍率いる部隊の待ち伏せを受け殺害され、立憲自由軍が国土を制圧。1920年6月1日から1920年12月1日まで。 6ヶ月の間、アドルフォ・デラ・ウェルタが臨時大統領を務めた。9月5日に大統領選挙が実施され、オブレゴンは他候補に大差をつけ圧勝。12月1日に大統領に就任した。臨時大統領だったデラ・ウェルタは増将に任命された。オブレゴン大統領下の4年は、石油産業におけるアメリカ合衆国との良好な関係と 4年間で170万ヘクタールの土地を16万人の農民に分け与えた農地改革が成果として挙げられる。1923年7月にビリアが暗殺され、彼を支持していたデラウェルタはオブレゴンに対して不信を強める。8月にオブレゴンはメキシコ国内のアメリカの既得権益を認め、引き換えにアメリカからのメキシコ政府の承認を獲得するが、 議会はこれに反発し、デラ・ウェルタを大統領候補に推薦する。デラ・ウェルタは12月7日に、ベラクルスで革命を宣言し内戦が勃発。しかしながら、翌年3月に反乱軍は鎮圧されてウェルタはアメリカへ亡命。オブレゴンは反乱に参加した詳細以上の証拠を銃殺した。オブレゴンは憲法の再選禁止規定により大統領を辞職し、7月の選挙では、 プルタルコ、エリアス・カリエスが勝利、大統領に就任した。だが、カリエスは、石油利権をめぐって、アメリカと一時戦争寸前にまで陥り、アメリカの既得権を認めることで和解。さらに、農地改革の進行を滞らせた上、カトリック教会の既得権を剥奪したために、クリステロ戦争が勃発する。1926年になるとカリエスは、憲法を改定、再選規定を、 連続再選の禁止と変更し、任期も六年に延長。オブレゴンの大統領選再出馬を可能にした。九百二十七年、オブレゴンの再選に反対する勢力は、再選反対党を結成し、アルネルフォ・ゴメス将軍を大統領候補に推す。フランシスコ・セラノ将軍も、国民革命党からの出馬を表明したが、十月に、セラノは、反乱を企て軍によって射殺され、十一月の、 ゴメス将軍による反乱も鎮圧、ゴメスも銃殺される。対立候補をすべて葬り去ったオブレゴンは、翌1928年7月に、再び大統領に選出された。彼は、勝利を祝うためにメキシコシティへ戻ったが、7月17日、レストランでの大統領就任パーティーの最中に、カリエス政権による強権反対考慮へ不満を持つカトリック過激派の、新学生、 ホセデレオン、トラルによって顔面に5発の銃弾を受け暗殺された。トラルは翌年の2月9日に銃殺刑に処されている。オブレゴンの死を受けて、エミリオ・ポルテスヒルが臨時大統領に就任した。オブレゴンの地元であったソノラ州のシウダー・オブレゴンと、彼の暗殺現場を含むメキシコシティの中のアルバロ、オブレゴン自治区は彼にちなんで解明された。ありがとうございます。